ユネスコの政府間委員会が30日モロッコで開かれ日本の風流踊りの無形文化遺産登録を決定しました風流踊りは華やかなという意味や人目を引くという意味の風流の精神を表す踊りのことで死者の供養や豊作祈願などのため 笛や太鼓に合わせて踊る盆踊りや念舞踊りなどの民族芸能です。今回の登録では、岐阜県の郡上踊りや秋田県の西も内の盆踊りなど、国の重要無形民族文化財に指定されている24都府県の41件が対象となりました。